京都大学京都大学大学院人間、環境学研究科、総合人間学部、吉田南総合館、北東、エントランス京都大学大学院人間、環境学研究科は、京都大学大学院に設置される、研究科の一つである。また、京都大学総合人間学部は、京都大学に設置される学部の一つである。京都大学の教養部改革及び大学院、 改革構想により、1991年4月に大学院人間、環境学研究科が、1992年10月に総合人間学部が設置された。人間、環境学研究科では、環境、自然、人間、文明、文化を対象とする、幅広い学問分野の連携を通じて、人間と環境のあり方を理解し、 より良い関係を構築するための新たな文明観、自然観を創出することを目的としている。総合人間学部は人間活動を広く深く捉えることで自然との結びつきに新たな次元を確立し人文科学、社会科学、自然科学を融合した新しい学問の体系で人類が直面している様々な問題を解決することを目的としている。大学院人間。 環境学研究科は、兄大で、初めての学部を持たない独立研究科であったが、2003年4月の開祖により、総合人間学部の教員組織は、大学院人間、環境学研究科へ統合した。人間、環境学研究科は、発足当初は、人間、環境学専攻の単一専攻であったが、2003年の開祖により、現在は、共生人間学専攻。 共生文明学専攻、相関環境学専攻の三専攻編成となっている。総合人間学部は発足以来四学科編成であったが、2003年の改祖により、総合人間学科の一学科五学系編成となっている。総合人間学部総合人間学科の一学科であり、五学系から構成されている。人間、環境学研究科三つの専攻で構成され、 部局内センターとして、学際教育研究部が付置されている。総合人間学部、大学院人間、環境学研究科に共通する同窓会に、京都大学生紹介がある。ありがとうございます。